体がカラスの球体で靴底の裏に透けてるとして、愛も涙も手に取るように見えていたならばどうだろう。真っ先に視線をそらした君に僕は一つ安心を覚えて、できるだけ高音の中で沈黙に浸っていたくだった。存在証明書が100億人分揃ってるとして、僕の一枚に載った言葉を知れるとしたならばどう